春一番疑惑のホームラン、いきなり出ました篠塚選手の10年に一度のミラクルショット。ホームランかファールか、その微妙な判定に内藤投手はギャオスと叫びました。スローモーションで再現すると、誰が見てもボールはポールの外側。ああ、あれはファールです。これで巨人が開幕戦に勝ちました。その翌日、今度はピッチャー木田の文句あったのサヨナラホームラン。人は振ったバットにボールが当たったと申しますが、それもこれも実力のうち、塀を越えりゃいいんです、塀を。ってなわけで巨人は首位に立ちました。あの若大将が帰ってきた、奇跡の男吉村が阪神戦で復活の連発。長かった苦しかった、この一発が欲しかった。いわゆる一つの涙と笑顔は永久に不滅です。1ヶ月の謹慎、その重圧にも負けず桑田投手が太陽をシャットアウト。長かった苦しかった、この一勝が欲しかった。巨人軍は永久に不滅です。そんな忍者が現れました。しかしアメリカで人気のタートル忍者とは違ってワンランクダウン、ネットから落ちて骨折したと言われます。ジャイアンツに対して最も怒ったのは中日ドラゴンズの星野監督。何が気に入らないのか、何が尺に触ったのか、それとも単に胃が痛かっただけなのか。千一さん、話せばわかります、話せばわかるっつーに。5月23日、エース斉藤が中日を抑えて7勝、ジャイアンツは球団創立以来3000勝を達成しました。そして昨シーズンの MVP クロマティは目立ちませんでしたが、今シーズン最大の見せ場がこの敬遠のボールを叩いてサヨナラヒットを打ったこと。日本大好きポゾーイ。4月の成績は太陽に 2.5 ゲーム差をつけてもちろんトップ。5月の成績もやはり太陽に 2.5 ゲーム差。6月に入っていよいよ 5.5 ゲーム差と差を広げました。7月、ぶっちぎりの季節を象徴したのがどこからでも火がつくピストル打線。守りのスペシャリスト河合がおじさんの顔を押してホームラン。巨人キラーの野村を打ち取りました。ガッツポーズも様になってきました。そして主役の登場、七夕の夜ツーアウト満塁の場面。ここで一発には常々裏切ってきた4番バッターがなんとまさかの本当かしらの逆転満塁ホームラン。いよっ、若大将、やればできるんです、やれば。オールスター戦でショックを受けたエース斉藤が汚名返上のピッチング。ヤクルト打線を3安打シャットアウトに仕留め、沢村賞の意地を見せました。お見事。左のエースといえば宮本、8月3日広島を倒してついにマジック32が点灯。ジャイアンツは着々と独走態勢に入りました。そうだ、大田も忘れることができません。広島を相手に緩い球を投げ分け、初完封で10勝目。ああだこうだと言っても大勝国はやっぱり強いんです。はい、先発にリリーフに大活躍の木田。球は速いし女性にはモテるし言うことなし。阪神を倒してチーム5人目の2桁勝利をもたらしました。またまた可愛い、いつものようにバントの構え。ピッチャー今中投げました、可愛いバント成功か。成功すれば日本新記録です。シーズン57ギダついに達成。こんな記録はアメリカにもありません。ペナントレース優勝まであと1勝。延長10回裏、奇跡の場面で奇跡の男が奇跡のサヨナラホームラン。
まりにもドラマチックな優勝に東京ドームがうなり、日本列島が震えました。吉村が泣きました。指揮官も泣きました。そしてジャイアンツファンが感動しました。セリーグ初のサヨナラ決着、東京ドーム初の優勝胴上げ、これはまだ熱帯夜が続く真夏の出来事でした。秋深し巨人軍は4連敗。このデストラーデの一発から悪夢にうなされます。日本シリーズ第1戦、牧原が打たれました。日本シリーズ第2戦、斉藤も打たれました。なぜだろう、なぜかしら。遥かなる西武の男たちに手も足も出ません。守備力でも随分と恥をかかされました。頭では分かってるんですけど、体がついていきません。外野へフライが上がるとヒヤッとして、あー、やっぱりがっかりしました。そしてダメ押しがこれです。第3戦、桑田が秋山にホームランを打たれました。それだけならいいんですが、これです、これ。第4戦は言うまでもありません。ライオンズが4回勝ち、ジャイアンツが4回負けただけのことです。2年連続ぶっちぎりの優勝を果たしたのに、寂しい冬となりました。1億円プレイヤーもお預け。そんなジャイアンツにクリスマスプレゼント、これでももっとき